大家好，我是メリリア。はい、私はよく元気少女と褒められますけど、どうやって肌の調子をキープするのか、本日皆さんに披露します。もちもちなお肌をキープしたいなら、日焼けには注意が必要です。ズバリ、外出の時には必ず日焼け止めを塗ること。紫外線の影響でシミなどが出やすくなってしまうので、夏は特に要注意です。中国の友達から安くて効果抜群な日焼け止めをおすすめしてもらいました。じゃじゃーん、ユニーの日焼け止めです。これが SPF50+ BA++++ 全光谱防晒3秒全膜摇摇乐用具千必须摇一摇。さあ、これからユニーの日焼け止めの効果をテストしたいと思いますが、徳さん、徳です。徳さんにもこの日焼け止めを体験してもらいたいと思います。お、そんなにすごいですか？そうなんです。初めてこれを使った時マジでびっくりしました。尿内质地清爽不油腻很振薄で性价比极高。え、いくらですか？无需多快就两倍乃至的钱。この紫外線カードを使ってテストしてみたいと思います。ダーン。確かに塗ったところは白いですね。あ、僕だ、うん、すごいすごい、うん、効果抜群です。そしてこれはファンデーションと合わせて使ってもすぐに馴染んじゃうから問題なし。違和感がなくて汚れも出ない。すごい自然だから、このユニーの日焼け止めは本当におすすめです。日焼け止めもしたいし肌のトーンアップもしたいと思っている女の子にはこのオレンジの日焼け止めがおすすめです。これは日焼け止め、下地、美白3つの機能を1つにまとめた。少しのお出かけの時とかはこれを塗って最後にパウダーをしちゃえば OK。 1本で完成できちゃいます。肌のトーンアップもできちゃいますね。白浮きしてるのではなく、とってもナチュラルな白さです。ちょっとだけメイクをサボりたいって時はこれを使ってみてください。コスパがすっごくいいので、みんな早く買いに行こう。